はい、お久しぶりでございます。たつき工業のおばちゃんのおばちゃんでございます。ところで今日はですね、私社の洗車風景をちょっと動画で撮りたいと思います。そのためにはちょっと洗車をしていただく方をお呼びしたいと思います。ちょっと太った、いやだいぶ太ったルパンをお呼びしたいと思います。どうぞ。はい、ふちょちょーんというところで、今日は彼に洗車をしていただきたいと思いますので、またいろんなところの説明を終わった後ですがさせていただきたいと思います。ではどうぞよろしくお願いします。あれ、ます。今洗車が終わって戻ってきました。ではちょっと洗車の、どこを、ポイントでやった方がいいかっていうことをもうベテランのルパンに聞いてみたいと思います。どうでしょうか、どこをポイントで、はい、ポイントとしては、まあ、こういった溝とか、あとちょっと開けてみて、このちょっとまだ汚いんですけど、もう回転盤の縁とかによくゴミが引っかかったりとかしてるんで、そこら辺も重点的にやります。で今日ちょっと寒くてやらんかったんですけど、この下
さの汚水タンクの中も汚いゴミ汁とかがたまるんで、ここもやった方が良さげでございます。てな感じで、寒い冬は洗車はしたくありませんです。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっと本当はもっと丁寧にやって1時間ほどかけてやるんですが、今日は寒さに耐えて、ちょっと短いバージョンになりましたので、はい、こんな感じで毎日やらせていただいております。ということで、今年も終わりました。ということで、実はですね、本当に年末年始、年始の方はすごいゴミがたくさん出るんですよ。こんなことで頑張りますので、今年1年本当にありがとうございました。はい、実はこの間後ろにラッピングしたということで、これ意外な効果が出ました。従業員さんの話を聞くと、これパッカー車でゴミを回収してこう閉めたり開けたりするんですが、ちょうど閉めると社長と目と目が合うっていうところで、なんか閉めるたんびに心が引き締まるということで、結構そんなところでも効果がありました。また町の人も見て、あ、社長だっていうことでお声をかけていただけるようになりました。そんなのでラッピング、ぜひ皆さんやってください。